タザー・コーは、神奈川県横浜市出身のカタルーニャ語、スペイン文化研究者、法政大学国際文化学部教授、カタルーニャ州政府サンジョルディ十字勲章受章、日本国外務大臣表彰。カタルーニャ文化の日本への紹介、カタルーニャ語文学の日本語への翻訳のみならず、日本文化を、カタルーニャ語で、カタルーニャに紹介し、日本文学を、 カタルーニャ語に翻訳することにも力を入れている。アルプン、アブイシ、アラガミなど、カタルーニャ語の新聞、雑誌への寄稿も多数ある。1953年、神奈川県横浜市に生まれる。山手学院中学校、高等学校を経て、1976年に、一橋大学社会学部を卒業し、東京銀行に入校。国際金融等を担当し、 1979年スペイン語語学研修生としてバルセロナ派遣。3年間のマドリード支店勤務等を経て、1984年退職。大阪外国語大学大学院、外国語学研究科、イスパニア語学専攻博士課程前期を修了する。1996年にバルセロナ大学カタルーニャ語学研究科、カタルーニャ語学専攻を修了する。 バルセロナ大学にて博士号を取得。長崎外国語短期大学外国語学科助手、専任講師、助教授、関西外国語大学外国語学部スペイン、語学科専任講師、バルセロナ大学現代語研究所日本語、専攻主任講師を経て、法政大学国際文化学部教授に就任する。2003年、カタルーニャ州政府より、サンジョルディ十字勲章を受賞し、 2009年に外務大臣表彰を受ける。2018年、カタルーニャ語作家協会、アソシエーシューディ・ー・スクリプターズ・エヌイエンが、コットラナ名誉会員に選出される。2019年4月、法政大学名誉教授。2019年、ラモン・ルイ財団国際賞受賞。ありがとうございます。